皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もドラゴンクエストモンスターズジョーカー3やっていきたいと思います。これがブンドルドさんでしょうかね、この方か。いや、そのうちブンドルドも作れるようになるのかな。うわ、すげえ強そうじゃん。誰ですか。五島王ブンドルド様の部屋に勝手に入ってきたのは私でございます。お前はどうしてここに。楽園に閉じ込められていたはず。まさか暴食を倒してこの場所までやってきたのですか。うむ、暴食の尻拭いよ。この私がやらねばならぬとは腹立たしい。しかし楽園を脱出したお前をこのまま野放しにはできません。災いの根は早めに立つに限る。ここで倒させてもらいます。結構丁寧な方ですなこれちょっとね、倒したいと思いますよ、私。どれぐらい強いんだろう。強盗をブンドルド。行くぜ、みんな。ガンガン行こうぜ。ヘロヘロボディ。あ、ヘロヘロになっちゃった。お、ナイス、爆裂剣。いいぞ。みんなガンガンやってくれ。いい。34か、そんなにだ。ラリホーマ。うわー、厄介。仕方ないな。目覚めの針で、目覚めさせましょう。よいしょっと。まず一人目覚めさせて、ナイス爆裂剣。いいね、いい感じよ。わあ、大丈夫か。いや、なかなか起きないしな、これ。起きないしね、うちのスライムちゃんが一匹変な風になってんだけど、とりあえず目覚めさせよ。さあ頑張れ。キラーマシンがね、優秀に頑張っております。地味なダメージ。またラリフォーマーか。あー、キラーマシンが眠ってしもうた。いやー、買っといてよかった、目覚めの針。ありがてえ。あ、寝返り、寝返りあ、そう、そういうこともあるんだねこれ。お、倒しました。経験値が結構あったね。そんなにでもすごい強かったってわけでもないか。ありがとうございます。お、スキルポイント割り振れるな、これ。ジメジメバブルちゃんがね、そうね、やっぱりこの HP 回復かな。もうあと1回スキル割り振るときに HP 回復マックスになるのかな。はい、ということでね、やっとこさブンドルドを倒しました。キュルル、バカな、この私がやられるなんて。ダメなのです、お前をこの先には行かせません。この先にある、これは何て言うんだろう、頭骨の表現かな、うん、にはレジスタンスのリーダールキアがいる。ルキアと合流させるわけにはいかないのです。ぐわーっとこれ倒れた。うん、ルキアがいるか。ん、どうしたんだ。あれはリアクターか。ん、リアクターなんか独り占めしてるって話した。あ、光ったぞ。ん、プーンと光っておりますけど、とりあえずね、調べてみるか。これは何でしょうか。どれどれ。ここに潜むのも限界のようだ。いや、ん？ブンドルドはこの秘密基地に気づいている。先に脱出させた彼女から頼まれたメッセージも部屋の装置の中にすでにセットしてある。裏門のパスワードも一緒に隠した。移動装置を封じる扉はこれで開くはず。あいつがこのリアクターを調べたとき、部屋の装置を動かせるようにしておいた。直接手渡せないのは残念だが仕方ない。なんとかうまく受け取ってほしい。生き残った俺たちの役目は、最後の希望であるあいつのために道を開くこと。お前もそのために、頭骨の表現かな、言ったんだ。そうだろ、レキア。あ、パーンと光ってる。お、これはセキュリティコードを受信します。お、アクセス可能になった。なるほどね。
とりあえず次のところに、まあ、向かうっていう感じでしょうかね。あそこか。本棚は、本棚にもなんか本がありますけど、リアクターについて書かれてる本か。なるほどね。他に何かねありますか。あ、宝物や、プラチナ鉱石。いやー、これありがたいね。レジスタンスが書いた日記か。うん、なるほどね。レジスタンスの方がこう残していたんですね。あとは、こちら。さあ、これでねどうなりますかね。起動、何か扉でも開くんでしょうか。あの子だ。このメッセージは、あなたがブンドルドを倒したら再生されるもの。あなたの力は戻りつつあるように、私と仲間たちが願った通りに。でも今のあなたはまだ足りないものが多すぎるぐらい。だから世界をもっと知って、私やルキアが生きるこの世界のことを。なるほど。これで、あ、ザーってなったよ。過去の映像でしょうかね、これ。次、なんだ。早く外に逃げて、急いで追ってが。お、過去の映像か。レジスタンスが戦ってるやつやね。先回りされてるぞ。なんてことなの、移動装置は目と鼻の先なのに。これがルキアかな。さっきの部屋の方にも来てるぞ。追い詰められちまった。そんな、これまでなのが。頑張るや、諦めるな。行くぞバーディー。ん、誰。あ、これは私か。おお、すごい、ナイス。今がチャンスだ、みんな走れ。どうした、お前も急げよ。ありがとう、助けてくれて。大丈夫、行くんや。私じゃないかこれ。あ、私が助けてたってことかねこれ。お、起動すると、ありがてえ。さあ、あ、動いた。あ、やった、これで生きるようになったんだ。これありがてえ、ありがてえ。モンスターマスター柚月史郎確認。ルキアをよく知る者がいる。移動装置で、頭骨の氷結に向かいなさい。いやでもこれ寒いところだよね。新しいモンスターも、なんか雪系に強いモンスターとかがね手に入るんでしょうかね。お、ちょんまはや。おい柚月史郎、かわいいな。ノチョラ族、あのブンドルドをやっつけたっしょか。それでリアクターはあったっしゅ。こういう理由でっていう説明ですかね。おリアクターだっしゅ。今すぐマッハで調べてみるっしゅ。新しいリアクター。おこのリアクターはやったっしゅ。探してたものだっしゅ。ふむふむ、このプログラムは崩壊都市のセンタービルで使えばいいっしゅか。こうしちゃいられないっしょ。早速センタービルで調べてみるっしょ。なるほど。あ、持ってかないのかな。シュシュ、礼を言うのを忘れたっしょ。おかげで探してたものが見つかったっしょ。今見つけたものはモンスターマスターのための特別なプログラムなんだっしょ。ふふふ、このプログラムがどんなものかはセンタービルに来たら教えてやるっしょ。そういえば、あんたはこれからどうするつもりっしゅ。もし頭骨の表現、合ってんのかなに行くつもりなら、このガーデンの外に出て裏に回るっしゅ。確かそこに、あるんだね、移動の装置が。なるほど、ありがとう。
前回の続きでね、こちらアンデッドガーデンのね裏におります。でこちらにびっくりマークが出とるんでね、早速、壁に見せかけた隠しドアだ。お、パスワード入力。どうや、パスワード入力して、でこの先に新しく、あ、行ける場所がね、来た来た、これでね新しい場所行けるんやないか。次のところにね、あ、ブンドルドをやっつけたんだね。やったじゃないか。おかげで今日から安眠できるよ。懐かしの我が家でありがとう。何かお礼をしないと。そうだ、この石をもらってくれる？ルキアからもらったものだけど、君が持っている方がきっといい。おお、なんか重要そうなね石をもらいました。君はルキアを追ってきたんだろ？だったらこの移動装置を使いなよ。この移動装置で新しいとこに行けるからね、早速ね私飛んでいきたいと思いますよ。移動装置の先にあるのは、頭骨の表現だ。着いたらまずはポーラパークへ寄るといい。ポーラパークは大きな町だからね。ルキアを探すにはおあつらえ向きさ。ありがとう。それじゃあ行ってらっしゃい。元気でね、ゆずきしろ。バイバイ。このね、先ほどの方もね、確か作ったんじゃなかったかな。モンスター預かり所にいなかったかな。先ほどの子はね、あ、いたいた。これだ、これだ。ポイズンドリルっていうね、型でございます。よし。ちょっとね、これメンバーに入れとこうか。スキルの方は、あ、ポイズンドリルちゃんがね、ちょっとこれ、何にしようかな、毒の力かな。こう、マテリアルフォースはもうマックスになっちゃったから、刃砕き覚えて、ちょっと割り振りさせていただきますよ。はい、それではね、早速、行きたいと思うよ、新しい場所に。さあ、行ってみよう。どうや？プイーンとこれね飛んで、これででもまた新しいモンスターが増えるからね、嬉しいな。またね、配合の楽しみが増えますわ。いやもう本当にね、動画にしてない分でね、めちゃめちゃ配合してるんですよ私。お、セーブ。さてと、お、来ました。お、称号が来たな、これ。ああ、戻らない、戻らない。じゃあ、早速、こちらね、出ていきましょう。いや、寒そうなとこだね。ぷいーんと、これ。次の目的地が、ポーラパークっていうところか。ちょっとね、モンスターに乗ろう。うん。これ、ライドしていきましょう。なんか、ライドしてね、何時間か乗ってると、こう、称号もらえたしな。ん？どうや？ムービーか。あ！これはいい鳥や、いい鳥。あー、かわいい。スライムとかさ、ゴーレムもいる。あー、楽しそう、楽しそう。いや、いいね、これテンション上がるわ。新しいモンスターいっぱい。お、遺跡か。これがポーラパークなのかな。ポーラパークとはどこでしょうかね。ちょっと探してみようか。うん、ここ新しい素材も手に入りそうじゃん。あー、スノーゴーレムじゃないこれ。え、欲しい欲しい、スノーゴーレム。いや、今ね、ストーンゴーレムちゃんはいるから、アイスゴーレムか。 OK、 とりあえずね、魔物の餌を使いつつ、これでちょっとねパーセントを上げて、あ、余裕そうだね。いけるわ、いけるわ。よいしょっと、 80% ぐらいかな。さあ、スカート成功でございます。アイスゴーレム。あ、Cランクなんだ。あ、そうか、Cランクか。よいしょっと。どれどれ、スキルの方もね、ちょっと見させていただきましょうか。スキルの割り振りで、あ、58ポイントもあるぞ、これ。あ、最後まで覚えるとマヒャドまでいけるんだ。一応これ覚えとこうか。58までいたから、攻撃力プラス16までか。テンプルブローってなんだろう、新しい技でしょうかね。いや、これいいぞ、本当に。小さなメタル、ありがてえ。
この上は、あ、これは懐かしい、スライムや、スライム。いやちょっとね、あのスライム系でも強いモンスターをね作りたいんですよ。スライムブレス、これも C ランクのモンスターかな。いけ、いいぞいいぞ、 70%、 80% いったね。スカート成功。 D ランクか。一応メンバーにちょっと入れて、スキルの方ね割り振らせていただきますよ。スキル割り振りで、あ、42ポイントもあるんだ。あ、全部覚えると氷の域までいけるんだね。一応全部割り振らせていただいてと。 OK。 いやー、これ配合楽しみだな。うん、またね、あの動画でもちょっと配合編っていうね動画もこうやっておりますので、もしも気になる方はね見ていただけると幸いかと思いますよ。 あとは、まあ、こんなもんなのかな。これかな、あのさっき言ってたポーラパークって。そうだね、目的地。いやー、でもちょっと待って、この先とかになんかモンスターとかいるかもしれんから、なんかちょろっとね、あの知らんモンスターいたから捕まえに行こう。ついでにこれアイテムもねいただく。あ、海の中にもいるわ。ガメゴンみたいなやつかな。どうだろうこれ、あの動きの遅いやつ、ディープバイターってね。一応魔物の餌で、スカウトと。いやー、これもね一応配合のところにいたんだよね。でも移動っていうか、スピードが遅いからちょっとなーって思ってたモンスターなんやね、これ。スカート成功。 D ランクか、なるほど。とりあえずちょっとメンバーに割り振って、この方はねどんな感じでしょうかね。52ポイントあるね。あ、ドラゴンフォースとか使えるんだ。ドラゴンフォースはね全部いけんじゃない。50までいったから全部解放でございます。よいしょ、 OK。で、余ったのはちょっと守備力の方に振ってと。うん、こんな感じですかね。特に他には海の中にはいない。あそこにすげえ強そうなやついるわ。だけどちょっと届かないな。うん、こんな感じか。あそこだ。いや、ちょっとそれ高いね、位置が。よいしょっと。あ、看板もあるね。この先何々みたいな看板かな。ちょっと先の方にね、行ってみたいな。うん、こんな感じ。こっちの方にはいるのかな、何か。よいしょ。知らないモンスターいったらとりあえずとっ捕まえてね、また配合編の方の動画でもちょっと配合していきたいのでね。あ、ルーラのやつがある。ん、なんか隠れてる、ここ。あ、焚き火の跡がある。あれ絶対ちょっと中ボス的なやつやね。とりあえずここでルーラポイントをちょっと起動させておきましょうかね。もしかしたらこの敵を倒したら次にこう進むことができるんでしょうかね。まあじゃあやっぱりポーラーパークかな、うん、に先に行ってみましょう。どこにもう他にね、いいモンスターもいなかったからね、とりあえず1種類ずつ手に入れといたんで、ポーラパーク行ってから、まあまあまた来る感じでしょうかね。いやー、本当にこれね、配合楽しみだな。あ、いっぱい囲まれちゃったわ。まあ敵も倒したこう、どれぐらい経験値くれるんだろう。あ、4匹か。結構いるね、氷の域。意外と食らうね、氷の域。冷たい域。あ、こっち冷たい域だからか。氷の域。わあ、増してるわ。危ねえな。キラーマシンがちょっと弱りかけてる。雷電。よいしょ。いや、ほんと魔法が強い。道具を使って薬草でね、ちょろっと回復して。あ、氷の域か。まあまあ、なんとか耐えられそうだね。氷の域。危ね。
2人ほど瀕死になっておりますけど、ライデン、よっしゃ、あ、400もくれるんだ。いや、これは結構安定してね、いい経験値くれますな、ここのモンスターは。いや、お金も手に入るし、いや、次の街でね、いいアイテムとかが手に入るといいんだけど。ん？看板、掲示板、この先西に進むとモノリス、南へ向かうと、あー、水中トンネルっていうのがあるんだ。あー、じゃあなんか水中潜る系のあれなのかな。じゃあライドモンスターで、水中潜るから、この方にしといた方がいいのかな。うん、よいしょっと、こういう、遅い遅い、捕まっちゃう捕まっちゃう、危ねえ、すごい遅いわ。とりあえずね、こちら行きましょう。ここが次の目的地。どんな感じの街かな。またやっぱりモンスターだらけなのかな。うん、おう、なんかちょっと寂しい感じがするけどな。人がいないのかな。どれどれ、どけどけどけ、ん、騒がしいな。あ、あ、これは、うわ、いて、ちっきしょ、気をつけろあん、かわいい。くそ、逃がしちまった、しょうがない、どうぞ親分に報告するべ。え、何か事件でしょうか。確実に事件の香りですがね。お、かわいいな、ふわふわしてる。あんた大丈夫だったか。災難だったな、あんなのとぶつかって。今この西ポーラパークは、お、構想中か。マジか、東ポーラパークとピリピリにらみ合っとる。詳しい話が聞きたかったら堂々親分のところに行くがええ。俺、親分の屋敷はあそこじゃ。おお、あそこか。ああ、光線、なるほどね、喧嘩しとる感じですかね。とりあえずね、ちょっと道具屋、うん、遅いなこの方。よいしょ、何売ってる道具屋さん。薬草、ん、なんだこれ、スカラング、あ、ルカニオン、あー、これアイテム高いな。おい、魔導士の声、魔導士の声一応ね、1個買っときましょう、持ってなかったし。で、目覚めの針をちょっと戦闘でね、使っちゃったからちょっと補充しとこう、18個。他はまあまあ変わんない感じですかね。なんだろうね、魔導士の声って。とりあえずあと4つも買っとこう。うん、結構大金払ったな。なんかあの肉とか売ってるとありがたいんだけどね、燻製肉とかね、売ってると非常に喜ばしいんですけど。他にはなんか壊せたりはしないのか。この方、あんたレジスタンスか、懐かしいな、昔を思い出すべ。あの頃の俺たちはな、食料、少ない食料を奪い合って東と西でいつも争っていたんだべ。あー、ルキアが町の英雄か。なるほど、そういうね、過去もある感じですか。とりあえずじゃあこの先のね、親分に話しかけよう。こちらでしょうかね、親分家は。お、来たぞこれ、親分。堂々親分、すまね、逃がしちまったべ。敵の逃げ足が早かったんだ。はっ、堂々ってこれか。か、全く腹が立つの、毎日鬱陶しい奴らじゃ。強そう、堂々親分。おう、いつの間に入ってきた。お前どこの組のもんだべ。ポーラパークを仕切る堂々親分の前で妙な真似をすんじゃねえぞ。やめんか、イエスタの手下には見え、仇に凄むんじゃねえん、その姿はまさか。え、そのまさかですよ、親分、いかがされたべ。恩師は柚月白じゃな、ルキアに会いに来たんか。うん、そうなんですよ、いないんだよね。でも残念じゃが、ルキアはここにはおらん。隣の、国鉄の、監獄島へ行ってしまったわ。
ルキアはわしの無二の親友恩師が来たら後を追いを伝えてくれと言われておった。だがルキアが去った後、国鉄の、監獄島への移動装置が使えなくなってしまっての。なんとかしたかったのじゃが、わしらも今大きな問題を抱えておるのじゃ。そうじゃ恩師、わしらの問題を解決するのに手を貸してくれんか。今わしらは東ポーラパークのイエスタと激しく交戦しておってな。こんな戦いは早く終わらせたいと恩師からイエスタに伝えてきてくれんか。なるほど、私構いませんよ。イエスタもルキアの世話になってる。恩師が間に入れば争いは収まるはずじゃ。この通り頼む。東ポーラパークに行ってイエスタに交戦はしまいじゃと伝えてくれ。ところで恩師はまだ水中を進めるモンスターライドを身につけてないじゃろう。今東ポーラパークへ行くには、湖の中にある水中トンネルを抜ける以外道がなくての。東ポーラパークに行く前に南東のモノリスで水中ライドを身につけてきてほしいのじゃ。はい、了解いたしました。モノリスを守る手下に話を伝えておく。頼んだけゆずきしろ。どっかのね方言でしょうかね。よし、水中ライドか。あ、じゃあ敵みたいなのが水中ライドを教えてくれる方なんでしょうかね。隣は特に何もないかな。うん、